皆さんどうも、今回はプレミアリーグ第3節のマンチェスターシティ対アーセナルについて話していこうと思います。ちょっと時間が経っちゃいましたが、今回話していくのが、シティの前進とアーセナルの守備についてですね。で、なんでどうしても話したかったかというと、マンチェスターシティの、場所の取り方と、その場所を取る時の優位性の作り方、相手を迷わせる方法だったりだとかっていうのがとても面白かったというか、もうさすがだなっていう感じだったので、それについて個人的にもまとめたいなと思いましたので、このような動画を撮らせていただいております。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。で、早速話していこうと思うんですけど、じゃあどうやってマンチェスターシティが前進していたかっていうことを話していく前に、アーセナルがどのように守備を行っていたかっていうことについてをまず話していこうと思います。アーセナルは 5-4-1 でブロックを作るんですけど、基本的に、まずこの2センターバックのところにはオーバメヤンが、牽制に行くような形をとっていました。で、この時に割とオーバメヤンは左側に立つことが多くなっていて、これはオーバメヤンの、プレーエリアのプレー、左側でプレーすることが好きっていう癖があると思うんですけど、ディアスを捕まえることが多くなっていました。だから割と左側にポジションを取ることが多くなっていた印象です。で、こっちのラポルトに対しては、サカが出ていくようにはなっていました。で、ここのサカが出ていった時に、ずれてセドリックがカンセロまで出ていく形にはなっていたんですけど、そうすると、後々話そうと思うんですけど、ここの背後のグリーリッシュをどうするかっていう問題は、出てきていた印象です。で、ここのロドリに対しては、スミスローが割と中まで入って捕まえることが多くなっていたんですけど、そうすると何が起こるかっていうと、ここでもやっぱりベルナルド・シューバとウォーカーを誰が見るかっていう問題は起こるんですけど、ここの中間ポジションっていうのは、ロドリ意識しながらスミスローは中間ポジションを取っていた印象です。で、こっちのギュンドアン、降りてくるギュンドアンに対しては、腕ゴールが出ていくような仕草を見せていました。はい。で、ロドリには腕ゴールか。腕ゴールで。で、ベルナルド・シューバーとウォーカーにはスミス・ローが中間ポジションって感じで。で、ギュンドアンに、ジャカが、マークをつくような形にはなっていた印象です。で、さっきも言った通り、サカが出ていくと、カンセロまでセドリックが出ていくよっていう形にはなっていたんですけど、じゃあここから、どのようにして守備を行っていたかっていうことについてを、ついてを話していこうと思うんですけど、アーセナルがどのように守備を行っていたかっていうと、正直言ってはまりきらなかったので、あまりその狙いは見えなかった印象です。その捕まえてどうしようっていうのは考えることはできたんですけど、あまりうまくいかなかったので、早い段階で、6分5秒からのシティの組み立てで、そのままギュンドアンにゴールを入れられるっていう形になっちゃったんですけど、ここでエデルソンがここまで出てくることが多くなっていたので、追い込む場所っていうのがまず決定することができませんでした。多分アーセナルはここでボールを奪いたかったんだとは思うんですけど、だからウィングバックがここまで出ていくことが多くなっていたんですけど、その背後に立つ、ウィングをどうするかっていう、設定がされていなかったのと、ここの
まあ、ここだったらスミスローに対してはここの2枚で数的不利になってて、で、まあ、ここの、サカに対してはここで数的不利で、セドリックに対してはここで数的不利になっているので、どうしても、まあ、こっちは、チェンバースがスライドで間に合うことは多かったんですけど、まあ、ここもプラシナツが出ていくことはできるんですけど、まあ、ここですよね、ここをどうするかっていう問題は多くなっていた印象です。じゃあここからどのようにしてマンチェスターシティが前進をしていたかっていうことについて話していこうと思います。先ほども述べたようにエデルソンがここまで出て、センターバックが割と広がることが多くなっていました。でまず行ったことっていうのがベルナルド・シウバの、ヘルプですね。でこうすることで何が起こるかっていうと、まあ、ここの2枚、まあ、横並びになるベルナルド・シウバとロドリーに対してはウーデゴールとスミスローが当てはめることができるのですが、まあ空いてくるっていうのが、まあ、こうジャカが真ん中が来て埋めるんですけど、空いてくるのがやっぱりここのスペースですね。ここのスペースっていうのはやっぱり開くようにはなっていました。でさらにまあここのスペースっていうのは開くようになっていましたし、でここをうまく使って、前進をしていくんですけど、まあどのように前進していくかっていうと、まあ、エデルソンに対して例えばオーバメヤンがプレスをかけた時に、まあ、こういう対角のパスで、まあこうでもいいんですけど、ベルナルド・シウバもしくはロドリーを経由で対角のバックパスでセンターバックに逃げることができていました。でこうすると、まあ、ここに逃げられるので、大場面をプレスかけるんですけど、まあ、ディアスだったりラポルトだったりっていうのは、まあ、配球も上手なの でさらにここに出てくるとやっぱり場所を合わせなら場所を狭くできると思うので、ディアスとか、まあ、広がったディアスだったりラポルトだったりにプレスかけるんですけど、でそうすると何が起こるかっていうと、ここが空いてきます。ここですね。ここにスミスローが出ていくと、でそうすると、まあ、こういう経由でウォーカーの場所で、まあ、サイドバックの場所で、プレスリセットっていうのができるようになっていました。で、まあ、右側ウォーカーサイドはティアニーがここまで出てくると、ここのウィングに対してはコラシナツがガツンって出てくることが多くなっていたんですけど、でそうすると、まあ、ここのトーレスも降りるようになっていたので、ここの脇ですよね、ジャカの脇っていうのを、まあ、作り出すことができていたので、まあ、ここにボールを配球することでジュースがこういう抜け出しで、まあ、一気に背後を取ることができますし、まあ、さらにこういうウォーカーでプレスリセットした時にもうベルナルド・シウバは前に出てランニングを始めているので、ジャカの脇っていうのを、まあ、ワンツーみたいな形で、ボールを引き取ることができていました。で右側はコラシナツが結構ティアニーが出ていくとコラシナツが縦ずれでしっかりウィングに捕まえることを行っていたんですけど、問題は左側ですね。左側が割と問題で、例えば同様にこっち側で、まあ、サカが出ていった時に、まあ、このまま例えばカンセロがボールを引き取った時にここでセドリックが出ていくとします。でギュンドアンがボールサイド寄っていくとジャカがここまでついてくるので、まあ、こういう逃げ出しグリーリッシュのところにこういうボールで逃げた時にチェンバースはまず出ていかずにまず場所を埋めることが多くなっていました。でまあこれが割となんかまあというか確実に守れなかった
大きな要因にはなるんですけど、ここのスペースっていうのはかなり空いてきていました。まあシティは開けるのが上手なので、ここが空いてくるので自然と、まあセドリックが出ていった時のこの縦ずれがない分、まあここのスペースっていうのが空いてきますので、まあ、例えばギュンドアンがここにこういうふうにずれるだけで、まあ、こうずれるとジャカは配送する形になるので、まあ、ボールをピックアップすることは簡単になるよねっていうのは考えられることですね。だから割と左側、シティ左側はギュンドアンがライン間でボールを簡単にピックアップすることができていましたし、でこれをさらに拍車をかけるために、この優位性を取ることに拍車をかけるためにトーレスが近くに、ジャカの近くに降りてくるので、まあここで数的不利っていう状況になってボールをピックアップすることができるようになっていました。でここのボールの動かし方と、まあ、ヘルプの仕方っていうのがかなりこの試合マンチェスターシティは上手で、例えば最初にも紹介したと思うんですけど、6分5秒の組み立てからのギュンドアンのゴールっていうのはかなり空いた場所を作り出すための優位性の、数的優位性の作り方っていうのがかなり上手だと思いましたし、でアーセナル個々人に対して判断、個々人に対しての判断を難しくさせるようなプレーとヘルプの場所っていうのがかなりうまかったので、まあ、この6分5秒からの組み立てからのギュンドアンのゴールっていうのは、まあなんかもう感動しましたし、で43分のジェズスのゴールも割と結構同様で、エデルソンから一気にトーレスへのパスが通るんですけど、まあこれは、まあ、ジャッカが退場したっていうのもありますけど、その中央を通すための、縦パスの作り方っていうのもかなり上手だと思いましたし、だからこそ、このような縦パスが通るようになっていました。でその場所の開け方っていうのがかなり上手だったんですけど、まあ、それはアーセナルの守備の、まあ、方法にも問題はあって、さっき言った右側チェンバースサイドは下がって、コラシナツサイドは一気にグーンって前に出ていくので、まあ、空いてくるスペースが、まあ、今ここに名残であるんですけど、左側はここの赤のスペースで、右側はここのスペースですね。ここのスペースが空いてくるんですよね。でここの手前と背後が空いてくるので、もう割と結構もうなすすべはなかったんじゃないかなとは思いました。でまあそもそもエデルソンがボールの供給がとても上手なので、まあ、このような攻撃ができるのと、でセンターバックもボール運べるしパス差し込めるしっていうのもありますし、でベルナルド・シューバとギュンドアンのヘルプのタイミング、特にベルナルド・シューバですね、ベルナルド・シューバのヘルプのタイミングと場所っていうのがかなりやっぱり上手なので、その中盤で、まあ、マーカー相手もちゃんと確かな技術を持っているので、ちゃんと対角に返せますし、背負っていたとしても、でその後出した後の、受け直しっていうのもかなり上手なので、このような攻撃が仕掛けられるのかなとは思います。まあ、ここも空いてくるんですけどね、なんかもう本当に空く場所がたくさんあって、アーセナル後手後手の守備になって なっちゃっていましたし、なんかもう苦しかったですね、アーセナル側からすると。でシティ側からするとかなり気持ちよかったんじゃないかなっていう攻撃だと思いました。まあ、まさか6分5秒、まあ開始10分もせずにゴールが入るとは思いませんでしたし、まあシティ、まあそうっすよね、アーセナル今苦しいでしょうし、新戦力特にフルバックの方が全然揃っていないので、まあ苦しいとは思いますけど、そうっすね、アーセナルどうなるか分からんっすね、どうなるんでしょうね。ここまで、まあ、初めてプレミアリーグ見始めてから
こんなに調子の悪いアーセナルっていうのは初めて僕は見ているので、割と驚きではありますけど、まあなんとか立て直、やっぱり昔から見てるとアーセナルだったりユナイテッドだったりっていうのは強い方がやっぱり嬉しいっちゃ嬉しいですし、まあ楽しくなるので、リーグ自体が強いチームが多い方が、ぜひともアルテタ監督とアーセナルには頑張ってほしいですし、で、まあもう一回見ようと思うんですけど、シティの組み立てっていうのがかなり面白かったので、まあぜひ皆さんもまだ見てない方がいれば見ていただきたいですし、もし見た方がいるのならば、次シティのなんか配置の取り方とかヘルプのタイミングだったりだとか、まあなんでそこに降りたら、アーセナルの選手が困るのかっていうのを考えながら見るとかなり面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。軽くになっちゃいましたけど、まあ結構長々と喋ったかな。まあ長々と喋っちゃいましたけど、今日の動画はこの辺りで終わろうと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いいたします。Twitter とブログもやっておりますので、そちらのフォローも概要欄に、リンクはあります。そちらから飛べるので、フォローもよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。